岡山といえば桃太郎か春樹会です。あ、こっちいね。受けてる受けてる。はい、本日はねお盆ということで実家に帰ってきました。久しぶり久しぶりですね。1年2回ねお盆と年越しは帰ってくるんですけれども、やっぱりねご先祖様に感謝の気持ちを込めてお墓参りに帰るということで、今日帰ってきました。どうですか最近ね。還暦を迎えました。そして今月中には起業しますよ。すごい。はい、やるかすぐやる。ポジティブ足りてます。何がきっかけでやっぱり定年になって50歳になって還暦を迎えられたことに対して地域に感謝還元、もうこれだけですね。そしたら今まだ元気なうちにもっとやり残したことをやっていきたい。なるほど。岡山をワクワク恋する岡山にしたい。具体的にはどんな仕事内容？あんた知らんと思うけどお母さん恋するシリーズを何とかやってます。ワインに恋してとかビールに恋して乾杯とか、まあハワイに恋してハンドメイドの中でもニャンコに恋して癒されて恋するっていうのは常にワクワクなんかドキドキするじゃない。確かに。そういった岡山が元気になるイベントをこれからもしていきたい。なるほど。イベント業の社長になるってこと。イエーイ。社長って私しかいないけど、もう一人で何ができるかわからないけど幸い人とのつながりがたくさんあるので、先日やった恋する還暦実行委員会でやった花火も大成功いたしました。じゃあもうこれからは母親としてプラス起業家としての。はい。すごいね。60歳から起業するって考えたら勇気を与える存在になりそうですね。そうよな。ハローワークで仕事も探してみたけれど、やっぱないわな。これで。ないっていうのはその年齢的にと。年齢的にないな。なるほど。それに母さんほら足が弱いし。でも60ってまだまだこれからなんよ。今まで取った切れ塚っていうかまあ経験を次の世代につないでいく。そしたらどんどん今までの経験値のあるイベントをしていきたい。なるほど。何かを始めるのに遅すぎるっていうことはないっていう。そういったあんたが言おったやん。はい。ほんまやろうな。だから私が身をもって春樹会の実証実験。それすごいね。同世代の方々やお母さん層にできる楽しみとか希望を与える存在になりそうですね。やっぱり人の役に立ちたい。この年になったらやっぱりそれも思う。カイ君今日の大きなミッションは墓参りの他におじいちゃんの介護。おじいちゃんが今88歳。はい。もう僕の顔も覚えれてない。多分無理だろうね。いやこの間なんかご挨拶行った時に誰やって言われてた。母親にそういえば報告しないといけないことがあって。ちょっと待って一回切ろうや。もうガーシーさんのこと。ガーシーさんの時はびっくりした。びっくりした。彼女ですね。お別れしました。ちょっとマジで？顔合わせしたいみたいな感じを軽く言ってたから、今年お盆に合わせようと思ってて、逆にいや大丈夫って言われて。振られたってこと？まあまあ振られてんけど。振られたんや。それ。かっこ悪い。いやいや振られるがかっこ悪いっていうイメージが良くないよ。じゃあこれからその愛を私に全部ちょうだい。こちらにちょうだい。でもやっぱり彼女ができてから母さんには何もくれんようになった。違う。いやそれは別に関係ない。いやあ今心当たりやっと出てきた。今年なんかくれたか？そういえばいつも誕生日母の日クリスマス毎回くれとったのなかったな。やっぱ誕生日何したっけじゃあ今年。還暦祝い熊本に連れて行ってくれた。思い出をプレゼントしたよ。でも物も欲しかったんだ。まあ花束くれたけどあれはな。せやけど。竹小屋へ行ったっていうね、家族ね。18年ぶりぐらいですよ。26年ぶり。26年ぶりか。26年ぶりぐらいに家族総出で。それも最高のプレゼント。そうだね。母の日もなかった。母の日何円でなかったんだっけ。多分カイがその彼女ができて忙しかったんだと思う。こちら最初できんわ。わかりました。はい。ただいまおばあちゃん家に到着いたしました。見てください。自然感すごいよね。天気もいいし、この緑に溢れたとこでね、おばあちゃん子だったんで、こういうとこで育ちました。都会と田舎の違いってやっぱ都会は、やっぱ人や物がさ、多いからさ、やっぱ買いが利くから、大切みに欠けるというか。で、田舎はやっぱさ、人や物も少ないから、すごい大切にするんですよ。そういったなんか初心を、やっぱりね、こういった地元に来ればね、改めて思い出すし、人の温かさとかね、そういうのをね、思い出させてくれる。岡山ですね。やっぱ地元には僕も感謝があるんで、できる貢献とか協力はこれからも活動としてね、動いていこうと思います。今からメイクのリオちゃんともね、お前の竹笛の動画以来にお会いできるんで、あやしてみようと思います。じゃあ行ってきます。ゆすってあげて。下手くそやな。なんでこんなに下手な。あ、落ち着いた。おばあちゃんちを出ました。前回のおばあちゃんに作っていただいたしゃぶしゃぶが、なんかちょっと盛り付けが雑とかっていうコメントが来てたみたいで、それをおばあちゃんが聞いてすごいへこんでましたね。でもおばあちゃん本当に美味しいから全く気にしないでください。おばあちゃんはもう「もう映らん!」って言ってましたね。おばあちゃんまで見てると思わなかったよ。映しちゃダメって言われたから映せないんですけど、すごい美味しいねしゃぶと、あと今日流しそうめんをね家族でして、父親ともねなんか会話しよったな、元気でなって。メインのねリオちゃんのおかげだと思います。ということでね、今回久々1年にねそんなたくさん帰れるわけじゃないんですけれどもね、まあやっぱりこれおばあちゃん子だったよ。そうだね。だからすごいね感謝があるんで、健康なうちにねできる親孝行していく。大切な人の大切な人だったりです。本当だからね、会もさ振られたかもしれないけど、また言う別れの数だけ出会いがある。ポジティブだもんね。そうですね。大丈夫。明日からまたね新しい出会いを目指そうね。出会いも今日からです。まあその年で新しい挑戦をしようとする姿は、まあ人々にね勇気を、まあ俺にもそうだし多分同世代の方々にも勇気を与える存在になってると思うから、まあ僕もねいろんな面で応援するんで、これ頑張ってください。はい、じゃあ私からまず健康診断は言ってくれ。そして自分の体を大事にしたい人はやっぱり会社も大事にできないから、まず自分を愛して自分の体を大切にして、ということで春会お盆里帰りしてみた。ありがとう、また帰ってきて。はーい。